こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。そして、今日もですね、お二人のゲストに、来ていただいております。宇治の田野さんです。よろしくお願いします。そしてリングの宮本さんです。よろしくお願いします。といえば、このお二人がゲストみたいなイメージちょっとあるじゃないですか。そんなお二人がゲストに来てくださっているということで、このコメントに皆さんで答えていただきたいなと。24歳男です。24歳、はい、5月に友人の結婚式があるのですが、おすすめのスーツスタイルはございますか。私服は主にパンツとニットスタイルにライダースを羽織ったりなどのスタイルです。よろしくお願いします、というコメントです。田野さんどうです。そういうセレモニー的なところって、主役を引き立てるようなシンプルな装いをやっぱり心がけ、今日の星葉さんなんかもすごいこうズバリな感じだと思うんですけど、紐靴は履いていくかもしれないですね。そうですね、それだけは、それ以外はちゃんとしていく。あと個人的には、あの昼間はグレーを心がけてますね、夜は紺っていう、ただそのルールも特別そこまでこだわる必要はないと思うんですけど。なるほど。宮本さんどうですか。もうまさに星葉さんの、もう白シャツにソリッドのネイビーに、もうネイビーのスーツに、僕はストレートチップとか、紐靴ですかね、ザ王道でいこうかなっていう。星葉さんはやはり王道で、王道ですね、多分ね。あとポケットチーフを、例えばこういう TV フォルドじゃなくて華やかに王冠みたいな入れ方をして、あー可愛い、少しもしかしたら、あー素敵、華やかにするぐらいですね。じゃあ今皆さんの世代で考えると、きっとそれがベストだと思うんですけど、うん、そうね、この方は24歳で、そうですよね。となれば僕はまあ場所にもプリントのチーフとか、されてもいいと思いますし、ちょっとこう色を出されてネクタイをされてもいいと思います、ネイビーをベースに小物でちょっと遊ぶがいい。そうですね、5月なんでいい時期なんで、グリーンとかイエローとかちょっと刺されてもいいんじゃないですかね、色目は。あとはこのネイビーのネクタイをちょっとサテンのものにする、光沢感だ、光沢感を出すとかっていうのだったら、またそれではそれで華やかになりますよね。そうですね、気持ちロイヤルブルーっぽい感じでも素敵なんじゃないですかね。わかりました、ありがとうございます。素敵な結婚式をお迎えください。ということで、はい、本日は、はい、うん、今日はリング祭りですね。今回なんとコラボ商品がたくさんあるらしくて、ドドンと一気に今日は見せていただくという回です。ちょうど、はい、分かりました。じゃあまず、ね、いきましょうか、トップバッター、はいはい、まずはステラティーノですね。うちのもう看板ブランドになるんですけれども、別注というよりはディティールをアレンジを加えたリクエストモデル。ちなみにこのスティーレラティーノはどこ、もともと3つボタンなんですけれど、はい、2つボタンにアレンジをしてシャープな印象に持ってきているのと、これは紺のコットンソラールですね。コットンリネンの、コットンリネン、はい、なんでちょっと玉虫っぽい光沢がある、あれですよね、2色、2色、縦糸と横糸、はい、そうですよね、はい、そうですね。であとはこのシングルピークですね。なかなか珍しい。あー、ピークドって何でしたっけ、ここがピュンってなってるやつですね。ピンですね、はい、シングルであまりないんですか。基本はダブルの時にピークドラペルっていうのはちょっとフォーマルな印象になりますね。そうですね、でもシングルのピークドで、例えばまあジレ合わせてタキシードなんかも3ピースにしてたらて、いいとか、はい、それも、なるほど。ラティーノのピークドめっちゃかっこいいんですよ。シングルの遊びが効いたラペルの太さとか、太さがちょっと太いってことですか。そうですね、ちょっと一回着てみましょうか。こんな感じですね。わあ、かっこいい。うわ、めちゃくちゃかっこいいですね。これ買いますじゃん。これ結婚式めちゃくちゃ良くないですか。場所を選びますね。シワも結構魅力なんですよね。あ、なるほど。確かにね、そういう場所であれば、ドレスコードが、レストランとかカジュアルなウェディングで、かしこまらない場所だったら全然 OK だと思いますけど、でもこの剣襟がかっこいい。ちょっとだけ癖があって、ピークドっていったらちょっとモード感のある細いラペルのものもあれば、クラシックでかしこまった感じのものもあるんですけど、それよりちょっと遊びが効いていて、かっこいいんですよこれ。ちなみに色は黒と、はい、コント、これはあのリネン100なんです。リネン100なんですね。しかも黒、黒、それぜひちょっと着てみていただいて。おお、かっこいいですね。
でも小島さんの方がそれはごめんなさい、失礼しました社長。ちょっと逆に太鼓叩いてそう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 、何じゃれてんだい。すいません、もともと三つボタンだったんでちょっとここの V ゾーンが浅かったんですけど、じゃシングルピークド 2B はリングしかやってない今シーズンですね、はもううちだけになります。はい、なかなかないですよねシングルピークね。そうですね。ちなみに価格は20万円。おー、いいね。こちらは23万円ですね。理念の方が高いんですね。はい、じゃあ続いて、続きまして、エンメティ。エンメティ、はい、あ、これ2つあるんですけれど、エンメティのスウェードジャケット、テーラードタイプのリチャードとフードタイプのイタロっていうモデルをそれぞれ部分的にリクエストをして。それはどういうリクエスト？まずこっち の, あのジャケットタイプなんですけど、はい、これはもともとこれが4つボタン、うん、4B だったんですけれど、これを3つボタンの段階入りに変更しました。 4B ってあったんですね。そうなんですよね、テーラードなのに 4B、 ちょっとワークっぽい雰囲気が出てたんで、そこをちょっとエンメティらしくツヤっぽくっていうので、まあ、3つボタンの段階入り。ちょっとよかったらそれ着ていただいてもいいですか？あ、かっこいい。で、着丈も通常のジャケットと違って少しコンパクトなので、ね、着丈短いですね。ジャケットを着るというよりはカーディガンみたいな羽織るような感じで着ていただくといいのかな。いくつですかそれ？これ46です。値段はおいくらぐらい？12万5千円。で、お色がこのベージュと黒で、このカラー展開もリングだけ。かっこいいな。いい、それ買いやすいな値段で。あとこのイタロというフードの形があったんですけども、はい、まあ、それにちょっとこの紐をつけて、まあ、よりちょっとフーデットっぽく、これもパーツ別注と、あとはこの4ミリナッパの革に乗せ替えて。ちょっと触ってみていいですか？はい、それ。あ、これやば。失礼します。あ、柔らか、薄。スウェードもちょっと触ってみていいですか？はい、触り比べるとだいぶ。あ、このスウェードもいいね。あ、いいですね。なんかしなやかで、うん、素晴らしい。あ、これかっこいいです ね、 かっこいいね。なかなかない、うん、2番手3番手にちょっと選びやすいような形っていうのもいいのかなっていうふうに思ってます。そしてじゃあ続いて、はい、こちらももうおなじみのジャブスですね。ジャブスだ、はい、センターステッチが入ってるマサッチョという有名なモデルをアレンジした、これは別注になりますね。ちなみにどうアレンジしたんですか？もともとあのオリジナルはプリーツが入ってなかったんですけれども、はい、ここにワンプリーツを入れてステッチング入れてもらったのと、ボディとともじのドロコードがつくんですけど、イントレチャートってあらゆる革紐、フェイクなんですけど、あらゆる革紐なんですか？フェイクですけどね、に変えていただいたのと、結構細いんですねマサッチョって。そこをもう少しゆとりを持たせてっていうところでハーフサイズぐらいアップしてるんですけど、まあ、あとは微妙にこの股上とかのマーベルトをあの調整したっていう、はい、ほぼほぼ全部いじってるんですね。そうですね、もうベースを残しつつちょっと気になる点を改良したっていうモデル。なんでちょっと太くしたんですか？本当に細くて、特にこの膝から下のふくらはぎで降りてこなくなってしまうんで、まあ、そういった声が多かったんで、まあ、そこをちょっと改良して、まあ、ぐるりでハーフサイズアップして。でもこれも2回にわたって改良してるんですよね、はい、常に進化してるってことですね。そうですね、いろんな生地やってるもんね、はい、ネイビーなんかもおすすめですね。なるほどなるほど、はい、あとは意外とこういうちょっとブラウン系ですね、結構いろいろやってますね。キャメルとかカラー展開、はい、でポイントはちょっとモデルもこのリングっていうモデルで。じゃあマサッチョじゃないんですか？これはそうです、あのリングっていうリングです。あ、そういうこと？まあ、みんなリングッチョリングッチョって言ってるんですけど、リングッチョいいですね。リングッチョリングッチョ、はい、なんか最近家にいることが多くて、家でトレーニングとかつって、うん、鍛えてる方増えたから、はい、そのふくらはぎとかも大きくなると、うん、履けないっていう方がちょっと引っかかるんですよね。ね、出てきた時にそのリングッチョ関係ないけど、あのちょっとネーミングやらしいですよね。なんか何が宮本さんだってちょっとエッチなとこありますし、ね、そうですどっちがムッツリ系やもん。そうですね、ほら次いきますよ、はい、続きまして、そして、はい、これもあの BR さんでおなじみの、はい、セッテフィーリーですね。セッテフィーリー、はい、ニットティーですね。これはあのインラインで全く同じ生地でロングスリーブで展開されていたんですけれど、まあ、袖をなくしていただいて半袖にっていうのがリクエストポイントです。これ素材は何ですか？これあのウールなんです。おしゃれ、はい、ちょっと今私も着てるんですけど、綺麗。あ、いいですね、なんか上品な感じで、なんかね、大人の方が確かに着れるので、うん、汗とか気にされる方は中に、ね、うん、1枚かましていただいても、うん、胸筋のラインがすごく綺麗に見えそう。お色が4色ですね、はい、まあ、ベーシックなところ。そうですね、グレーとグレーとネイビーと、まあ、着てるブラック。価格いくらぐらいなんですか？税抜きで34,000円です。34,000円、はい、触ってみていいですか？あ、これすごい気持ちいいですね。これありがとうございます。あ、これウール？なんか、ね、コットンにはない。確かに、はい、めっちゃ優しい感じと。柔らかい。ちなみに今宮本さん着てるサイズにいくつぐらいですか？はい、ちょっと大きくて50着てます。あ、50、はい、
普段ジャケットサイズいくつですか？僕はね46か8ですね、はい、だけどニットティーはちょっと大きめに着てるんですね、はい、うん、今ねちょっとその流れ的にもあまりピタッというよりは少し、はい、そのぐらいで着る感じかっこいいですね、はい、でサイズ展開も44から50、コットンでやっちゃうとどうしてもねこの感じ落ち感が出ないですね。そうですね、うん、でちょっとね着込むとちょっと白っちゃけてきたりするんで、まあ、それが売るにはないんで、確かに いい提案ですね、はい、うん、そしてじゃあ続きまして PT だ、はい、PTはどこ、これはモデルがのレゲエっていうちょっと短いやつですよね。です、のターンアップのボタンフライのクリスが入っているモデルがレゲエっていうんですけれども、はい、これもあの部分別注なんですけれども、ボタンフライをジップフライに変えまして、あとはこういうリベットと革パッチを全てガンメタですねに変えていただいたっていうところと、バンダナをこれもうちだけなの、これも、はい、あ、そうなんです、すごいいろいろこだわって、ね、あとはこのモデルって、はい、あの乗る生地が非常に少なくて、はい、乗せられる生地が、うん、僕らがリクエストをして乗せていただいた生地なので、うん、まあ、このモデルにこの生地っていうのがもうそもそも存在しない。なるほど、これもじゃあリングだけ、はい、なります。そういうことなんですね、はい、そうです、履きやすいんですよね PT ってね、はい、ストレッチが効いてるとだいぶ違いますよね。 PT めちゃくちゃ売れてるんじゃないですか。そうですね、おかげさまで弊社 PT のショップを世界で打つ、うん、まあ、この BR さんでもね、はい、あのご紹介いただいて、うん、すごいよね。すごいっす。僕にあのフィッティングもう一個作ってもらえないですかっていうリクエスト来たんですよ。あ、どういうことですか。お客さんがフィッティングするのの部屋が足りなくなっちゃったんですね。すごい、そんなリクエスト初めて聞いたわっていうちなみにでも PT ってあんまり別注とかやんどうなんですか。やらないです。そうです、やってるお店は少ないですね。もともと展開の店舗も少なかったので、うん、未だにそのバリエーションは国内でリングが一番なっていう風に、そうなんだ。特にこのレゲエっていうモデルが日本国内であまり流通してないモデルで、うん、もう一個そのスイングという、はい、非常にメジャーなモデルがあるんですけど、だいたいそれがあの国内でいうともう7割ぐらいを占めてるので、うん、モデルじゃレゲエを探すんだったらもううちに来ていただければ。特徴は8分丈でしたっけ。そうですね、 8.5 分ぐらいですかね。もともとロールアップ仕様になって、ちょっと見せていただいてもいいですか。あの履き比べていただくと分かるんですけど、す、ね、こちらの方がジャケットに合わせやすい。確かにね、そうですね、それだけあのクリースが入ってるでちゃんとこう伸びますよ、はい、本当になんかその夏向きというか、うん、SS でもすごくいい。あとこちらがもう一個、はい、ロックっていうモデルですね、はい、ロック人気ですよね、はい、だってね、はい、一番細身のやつですっけ。そうです、うん、スキニーフィットという、はい、もう一番細いんですけど、これもインラインですと3素材ぐらいしかないんですかね、まあ、それもリクエストで同じ黒ですね、はい、に乗せて、黒に今こういう黒のカーパッチとかリベットなんで、あまりなんかそのスタイルの邪魔にならない。これめちゃくちゃ売れそうじゃないですか2つとも。これそうですね、リングすごいですね、細かいところのそのこだわりっていうの、消費者 この気持ちをついてるというか、こうだったらいいのになっていうのが物の見事にされてるじゃないですか。全部いいラインナップですね。 PT はちなみに色はどういう感じですか。バンダナ付き そのレゲエというモデルが、はい、インディゴの濃淡で2色と、あと黒のこれもまあ濃淡で3色。黒の濃淡3もいけます、はい、そうです、プラスロックっていう感じですかね。あ、ロックは黒の1色、はい、一応黒の濃淡ちょっと見せていただき、ちょっと気になります ねちょっとこちらのフェード感が確かに、はい、ちょっと見える見える。宮本さんが持ってるのは真っ黒、うん、真っ黒、はい、で田野さんのは縫われているところは確かにすごくウォッシュ感みたいなのが出てるんですけど、うん、その他はほぼ確かに黒、うん、表現こういうちょっとね小技みたいなの。あ、細かいで星葉さんのやつはすでにいい感じでいろんなところが落ちてる感じですよね、うん、でも3本持ってるといいですねこれね。そうですね、これが一番ちょっとカジュアルな感じで大人がいで、そうです、うん、宮本さんと星葉さんか宮本さんと田野さんっていう合わせで2本持ってるとめっちゃ使えそうですよね。そうですそうです、うん、ここはもうお好みの ね、 そうですね、あの確かにね感じでもいいかなと思いますけど、うんうん、いやリング祭りすごい、はい、春のリング祭りですね、うん、すごいね。でもありがとうございます、こだわり感がすごいですね、うん、なんか細かいこだわりっていうのが出てましたね、うん、ちょっと気が利いてる、うんっていうところが皆さんすごくこうお好きなんで、確かにそれすごい大事ですよね、ちょっと気が利いてるっていうね、うん、はい。じゃあ最後告知ですかね。そうですね、弊社でもですね YouTube のチャンネルをやっておりまして。そうですよね、はい、はい、グジネットワークと言うんですけれども、チャンネル登録をしていただければなと思います。はい、田野さんはハービスの2階、はい、PT の、まあ、世界でいつもオンリーショップとリングのお店が2つあるんですけど、その真ん中をまたちょっとお借りすることができまして、おグジの
あのアウトレットのお店を4月2日から、うん、なので店を見ているとこれ今新しいんちゃうのとか、うん、これまだいけるやんっていうようなアイテムがちょっと安くもしサービスにお越しの際は、わあ楽しそう、ぜひ僕あの人員ヘルプで立ってることもありますんでアウトレットショップによろしくお願いします、はい、ということですごいラインナップありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。ブラックミリタリーシリーズ、ジャングルファティーグというシリーズですね。カーゴパンツ、それの一番基本となっている形、セットアップみたいな感じで着てますね。ちょっとレザーに見える、うん、レザーじゃないんですか、はい、でもレザーではないんです、うん、でこれめちゃくちゃ気持ちいいですねなんだこれ、まあ、宇野ピューマスリだよ ね、 これね。そうですね、なんかあのちょっとだけ気が利いてるっていうのっていうのがいいなと思いましたね。そうですね、なんか痒いところに手が届くじゃないけれど、うん、そういうのってやっぱりこう消費者嬉しいじゃない。田野さんと宮本さんって感じがしました。困ってる人いないかな、それを助けられるアイテム作れないかなっていう考え方をしてらっしゃるのが、うん、なんかこうお二人らしくて素敵だなって思いましたね。ぜひ、はいはい、グジ、それからリング、それから PT のお店全部皆さん見に行っていただいて、すごいこだわりの模様をですね調べてもらえると楽しいんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ最後宣伝を。はい、私寺田由紀 YouTube の個人チャンネルを立ち上げました。素晴らしい、ありがとうございます。そして4月からついにオンラインコミュニティステージも始まりました。こちらは随時募集をしていないので、また会員の皆様に入っていただけるタイミングが来たら告知しますので、ぜひそのタイミングで参加してください。そして YouTube もチャンネル登録お願いします。そして、はい、僕が編集長を務めている、講談社のウェブマガジン、うん、フォルスタスタイル、そちらもですねコンテンツ楽しいものを作っておりますのでご覧になっていただければと思います、はい、そして僕が好きなものだけを集めたミニマルワードローブという、オンラインのセレクトショップもありますのでそちらもぜひご覧になってください。ということで皆さんまたお会いしましょう。はい、また来週。またチャンネル登録はこちら。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そしておすすめ動画がこちらです。おすすめ動画も見てください。貯めましたね